Good morning, everyone. So today is the last day of Art Basel, and I'm so happy to welcome the Mr. Keiichi Tanami and start the day, the busy day from the conversation. So as introduced, we are going to make the conversation in Japanese. So please use the receiver to listen to the simultaneous interpretation.じゃあ先生早速、okay. 始めたいと思います。まず、一番最初にですね、田波さんの最新 の, あの映像作品をご覧いただきたいと思います。ビデオの方をスタートしていただけますでしょうか。We would like to show you by video. Can you prepare it?you
はい、田波先生の笑う、雲を拝見しましたけれども、これはまた先生の映像、いつ もう古今東西のポピュラーカルチャーからハイアートまでありとあらゆるその分野の視覚的なモチーフというのが常にこう混在している映像ですけど、これはまたそこからそれが一層その複雑さが増したような気がしますけども、まあ、これに限らず僕の最近作っているものは、ほとんどが過去の記録が、重要なテーマになっていて、今回のその作品というのは、まあ一言で言うと、僕が幼年時代に体験した戦争の記憶なんですよ。だから例えば、この雲が重要なんですけど、それは僕がその東京から地方の新潟という場所に疎開をした時に、ちょっと体を軽くして、よく小っちゃい頃なんですけど、家の窓に雲の巣がこう張ってて、そこに今雲がこう中心にいるんですよね。その雲がね、And spider is really in the center. It is located in the center. It was a very big spider. そこに鳥とかがパッと引っかかると、その鳥を食べちゃうぐらいの巨大グモなんですね。で、それ中だからそういうグモがいて、それを僕はこう寝ながら、見てたんですよ。それすごく恐怖だったんだけど、そういったような、いろいろ
なもテーマが出てくるんだけど、その雲が一応すごいそのショックで、真っ黒い雲が僕の方を見てこう笑うような表情をするんですよ。それでこのタイトル。なるほど。でもね、普通その恐怖の記憶って忘れたいじゃないですか、ね、でもその先生がその戦争の時の記憶とかその雲がスズメを食べてた、もうちょっと私だったらあんまり思い出したくないような記憶というのをあのこう繰り返し作品の中でこう再生産するようなところがありますけれども、それはどうしてなのかなって思うんです。それはね、結局その後もちろん記憶なんていうのはもう何十年もですけど、ずっとある年ってあるんだけど、その幼年期に経験したその戦争の経験っていうのは、まあ、ほとんどいらっしゃることなんかない、ないと思うんですよね。そういうその記憶が あまりにも強烈すぎて、その脳裏から離れないというのが一つと、それから例えば死んでるその防空壕から帰るときに死体がこうやってるとか、ね、そういうのをこう毎日のように見てたわけよね。そういう印象がその脳内にこびりついて離れないっていうのが、それがだからあの今度のこの表現としては非常に明るいんだけど、あのその本当の僕の描こうとしたのはもっと暗いものなんだけど、僕の絵のスタイルがこういう明るいものなので、割とそのポップなこういう明るい映像になってMy work is quite bright. However, underneath it is very dark. Yes, your color. You use a very nice color. It is bright color. Actually, you have a lot of airplanes in your work.飛び立つというよりは落ちていくような落下のイメージだったり、水筒のイメージだったり、悲劇的なことを予感させるような感じですよね。それでね、その頃はね、まあ、皆さんはもうそういう経験もちろんないと思うけど、イギリス奏者って言ってね、アメリカの飛行機がね、要するにその歩いてる人間とかを狙ってね、それで急降下してくるんですよ。それで急降下して、そこで要するにReally falls down quite quickly and try to shoot the target. それでまたスーッとこう飛び立つわけですよ。その僕もまあ何回かそれを経験したんだけど、僕じゃないけどその歩いてる女性にね、急に急降下してきて、それで落ちるでしょ。そうするとね、飛行士のね、顔がね、もう。But then, when you look at the plane, you can see the pilots even, and then you can see the pilots as if he is smiling.、ね、and this is very clearly, うう、ねまあ、I can see. それは多分もう相当そのなんていうのかな、まあ、拡大されたイメージとして記憶されてるんだけど、そういう顔の表情と、それから移住走者をして撃ったその女性がね、バーンと撃つとね、バーンと跳ね上がるんですよ。地面からなんか分からないから。それでぐーっと回って、バタッと撃つんだよ。And then fall down to the street. それもそういうのが、だからもう、そう、I have seen that.もう脳内から離れないっていうのがあって、それで、こういうアニメーションなんかの中にも出てきて、例えば鶏なんかでもね、鶏っていうのはそうある気配をね感じ、鳥が感じて、それでその米軍の食であるでしょ。そうするとね、その鶏小屋でね、もうすごい騒ぐわけよ。急にガーッと。A lot of chickens, they will start crying, and then, you know, they will jump up and so on. Then it's as if, you know, flame is going up the ground. Okay. ニワトリがその中でも一番怖くて、パサカが一番怖いから、先生の映像を見るともうすっごく怖いんですよ。実はやっぱりでもその怖さってやっぱり分かるような気がします。ニワトリ怖いですよ。怖い。だからそのガーッとなるところが、その戦争とか火とかっていうものにこう破って、それでまあ意識、
You know, we feel fear from that scene. Yes, that is the case. On the other hand, その恐ろしさというか、死が現実の隣り合わせにある。その中でも、ただでも先生の映像っていうのは、非常に暗い死のイメージだけではなくて、生ですよね。生きるということと、あとセクシャルのエロティシズムの生と、非常に生きるということのエネルギーも同時に感じさせるような両方が共存しているような気がすごくします。We feel this and at the same time living. 後年僕はね、yes, later in my later on, 少年の頃ね、when I was a school boy, アメリカの映画がもう大量に輸入されて、there are so many American movies imported to Japan.And when I was in high school or middle school, アメリカの映画をこれとこれを輸入したいっていうのができなかった時代で、we could not、まあ、おしきせなわけですよ。Really choose which movie we would like to import. So a lot of big class movies were imported to Japan and shown in the theater. を表したものをばっかりを大量にこう輸入したわけ、ね、so, what we imported, the Japan imported is really showing the envious American life. This is described as B-class movie. もう、まあ、完全凶悪です。要するに、so, 悪い人が出てきて、This kind of movie always there is a good guy, always good guy wins, and but guys at the end of the day being defeated. That type of movie. 今ちょうどそのハリウッドの映画の話も出てきましたけれども、ちょっと今日はクイズじゃないんですけれども、その先生のそのイメージっていうのは本当に、まあ、もうさっきも大衆文化からハイアート、今回の映像も北斎のイメージも私なんかちょっと感じましたし、レオナルド・ダ・ヴィンチもありましたし、キリコ、上昇でキリコもありましたし、そのイメージの集積だと思うので、今日はちょっと先生にの、まあ、インスピレーションとなったであろういくつかの画像を用意しましたので、ちょっとそれについてね、質問してみたいと思っています。ちょっとパワーポイントの方を見せていただきたいと思います。プリーズプリペア。はい、okay, this one. これはですね、多分日本人でも若い人はほとんどわからないと思うんですけれども、well, young Japanese wouldn't know this. 掃除山川という、This is Yamakawa Soji. Yamakawa Soji is an illustrator. He is not a novelist. At that time, he has his own unique Japanese comic, and he was a leader in that area. And then he also had a storyteller as well. And then he also made an illustration as well. This is about the Tarzan. 先生はこれがすごく好きだったとおっしゃってますけど、Mr. Tanami, you said you like this comic very much. 本屋さんで買って、So you bought this in the bookshop and then you brought it back to home and then read it? Yes. I read this. This is the magazine media at that time was very scarce. There are not so many magazines. I don't know about the situation in Hong Kong.街中にこうピクチャーブックみたいな絵本じゃないですか、一枚一枚に絵が描いてある。そのおじさんが自転車に乗って、その後ろにその紙芝居という装置をつけて、それを要するにその紙芝居の人に語りで、それでこういうのを持ってきてるんですよね。1日の人生を展開して、15枚ぐらいで終わるんですけど、また次にまた同じ時間にそのお医者がその場所に来て、子供たちがそこで待ってると、また同じその後の続きをまたこう待っているんですね。それをそれがあまりにもその人気が The story doesn't end, so you have to wait for him to come back again. And it was very popular among Japanese kids at that time who had no other entertainment. なんかすごくエキゾチックなイメージとか無国籍な感じがしますよね。 This is really a no nationality, very exotic illustration. 私も実は再発売された時に読みました。 When this was reissued, I read this story.最近復刻して、well, I think recently, this illustration was a revival of this one, and then the young people started to like it as well. So this is a revival of all the stories.
それからそれリバイバル does not necessarily mean just illustration or comic. 絵とその文章が比率がもう全く同じ。This actually the same proportion of story. Story has to be as good as the illustration. It's a 50-50. So this is the different culture, same space. And then the story was, is told to kids. So illustration, and then the novel. So it is a really new style at that time. Okay, let's go to the next one.これはごめんなさい。どれで次にこれで。Well, which one should I use to change to the next one? Excuse me. あ、そう、はい、これですね。Okay, this one.This is the soldier called Noracro. これはピクチャーブックになるんです。This can be a picture book, right? Yes. This is really a manga comic. ミッキーマウスにも見えないかなと思うんですけど、これはどういうコミック？これはね、What kind of a comic is this? This is a uniquely Japan. もちろんいろんな漫画が世界に発信されているけど、Of course, there are so many comics.But this is written by Seiho Tagawa. He is really the pioneer. I think he was the first one to write the comic in Japan. There was a similar one, but he is the one, Mr. Tagawa is the one who really wrote.Comics and then it is written in the form of book. So this is also about the war. So this was issued during the war. Noracro, Noracro is the hero. Is this the animal? Yes, Noracro is.まあ、野良犬のクロちゃんってことですね。Actually, the name is Kuro, and this is a dog. 一等兵って一番下からだんだん出世していくっていうね。Dog is a soldier, and he is the lowest rank, but he is ranking up.でもこのタガスイホーってまあ、ノラクロの漫画家として有名ですけれども、so、he is a very famous 彼もペインティングもやってたんですよね。普通にペインターだったんです。He was also a painter, right? だからちょっとやっぱり面白いのは日本 の, very, 漫画ってやっぱりそのペインターもそのいわゆるアカデミックな画家もやりながらこういうコミックのも漫画も描いたりとかそのジャンルのヒエラルキーとか区別なくも結構自由に横断してるというような感じがありますけどね。ノラクロコミックそういう意味ではねこれちょっとさっきミッキーマウスがディズニーの似てるって言ったけどディズニーとね時代はねもうほとんど同じ時代なんですよ。あ、そうなんですか。 As you can see, the time is the same as Disney's time. こっちが興味ですけどじゃあちょっと次に Okay, then let's go to the next one. これどうやったら先に行くのかな。 Well, it seems to be going back. How can I go forward? あ、はい。 Okay. で、スクリーマン。 Okay. はい、これも漫画ですけれども、 Well, this one, also a comic. これは日本では漫画の神様と言われる手塚治虫の、はい、written by the god of comic in Japan。治虫手塚。まあ日本の現代のその漫画を、This is really a modern Japanese comics was founded by Mr. 治虫手塚。ジャングル大帝っていう。So this is experience in jungle. That is the title. なんか非常にディズニーもうそっくりなやってますよね。ミュージカルにもなってますけど、絵もちょっとね、なんかなんかライオンだけど可愛らしい感じで、すごくディズニーの影響も感じさせるような感じがしますが、これは先生雑誌で買ってお読みになってますか。この人は僕はもう小さい時からWhen I was a small boy, this Mr. Tezuka was very popular already. From boys' magazine was issued. Many type of more boys' magazine was issued, and his works were in those magazines. So at that time, your entertainment was like kamishibai and then comic, right? Oh, yes, only those two. No TV at that time.娯楽のもう、so、なんていうのかな、それしかないという唯一の娯楽なの。Well, this was really one and only entertainment. But then, if you look at the this illustration, it's very, very nice.
これがまあでもさっきのは1枚のイラストレーションでしたけど、これは本当にその漫画の、あの手塚治虫の漫画ですよね。彼はそのこの漫画に映画的な技法をカメラ愛を持ち込んで最初 の、 あの漫画家っていうふうに言われてますけど、その日本、まあ、世界中の漫画の原点というのはそうなんだけど、漫画のコマの中の人物っていうのは全部同じ寸法で描かれたんですよ。それからコマ割りが全部均一だったわけ。その均一なコマ割りが、その手塚治虫さんが出現したことによって、要するにこれ見ると分かるけど、大きいアップがあったりロングがあったり、それからコマの大きさが全部違いますよね。そういう要するにコマを変えて、そのスピード感とか遠近とか、それからまあ何ていうかな、あの映画的なこう動き、そういうものをあの漫画の中に、まあ、取り込んだわけですね。それのだからまあ一番最初の人なのね。確かに、うん、なんかそのズームから始まってどんどん引いてって全体が見えて、そうそうそう、だからセリフがなくてもこう見てるだけで、要するにあの子供って漫画見るのすごく早いんですよね。だからこういうふうにこうその子供がめくっていくスピードと、このコマのずっとこう追っていくと、もう本当にアニメーションのように、まあ、手塚さんの漫画って動くんですよ、あの子供の目にはね、このスピードで。なるほど、こういうものを先生はリアルタイムでご覧になってたと、はい、じゃあ次が、映画の話が先ほども出ましたけれども、この雑誌覚えてますか？覚えてる。これあのハリウッド映画の雑誌だったんです。そうですね、あのイラストです。これマリリン・モンローですね。これはだからその当時にあの日本で上映されてたアメリカハリウッド映画のことを紹介する。そうですね、うん、このイラストも結構独特ですよね。そうですね、これはね、あのこの頃はね、これ人着なんですよ。人着？人着っていうのはね、今はもう言葉も分かんないかもしれないけど、要するにモノクロの写真にあの上にそのスプレーみたいなのでこう色をつけてカラーのように見せるわけ。だから元はもうあの要するに人が着色したってことで人着。あ、モノクロの絵にあのあじゃあカラーじゃないっていうことですね。カラーじゃないわ。あ、だからなんかすごく人工的、まあ、人着って人工着色っていうことですよね。だからこうあのなんとなくちょっと派手な感じというか、あの普通のものよりもさらに人工的な感じが際立つというか。だから僕の子供の時にはものすごくその新鮮というか、綺麗に見えるね。で、これモノクロ映画館でモノクロの映画見るじゃないですか。大半はモノクロだから。でモノクロの映画を見て、こういう雑誌はあのまあカラーっていうか人着でしょ。だからね、そのモノクロで見てきた映画がこの雑誌とかを見ることによって、あのカラーに思えてくるよね。要するに人着のカラーに見えてすごい綺麗な、だからなんかペインティングみたいに見えちゃうわけね。面白いですね。でも確かに戦争中って周りに色がないじゃないですか。そうそう、あの着てるお洋服もみんな軍服で、だから色彩がないこうところからこうの中で、そのさっきの鶏の戸坂の話も出ましたけど、非常にその鮮やかな色っていうのがこう脳裏にこうあのこびりつくっていうのは分かるような気がしますね。だからなんかその戦争が終わった後にバーっていろんな文化がアメリカから入ってきたり、こういうあのさっきの漫画みたいな娯楽が出てきて、一気にこう色の情報が先生にガーッとこう押し寄せてきたような感じが。だからこれ映画見てたらこれが金髪かどうかで分かんないわけですよ。この黒だから茶色いのか、うん、だけどこういうふうにすると、あ、この人金髪なんだっていうのはこれで分かる。これはすみません、あの、うん、先生の話で金魚の話がよく出てくるので、うん、こんな感じだったのかなと思う映像を、うん、写真を用意していましたけれども、うん、あの戦争の時 の、 あの夜、あの、うん、先生の、ご親戚、おじい様のお家でしたっけ。おじいちゃんが僕のだから、まあ、祖父ですよね。それがね、金魚の、まあ、趣味で
養殖をやってたんですよ。それで、まあ、大きい水槽だけど、うちにあった水槽はもっと大きい、これのもう何倍も大きい水槽で、その中にあのランチューとかね、デメキンとかも、まあ、一匹も何百万円もするようなその、まあ、高級金魚をたくさん飼ってたんですよ。でそれ僕はその、まあ、縁側っていうのがありますね、はい、あのお庭とお家の中をつなぐようなちょっと廊下的な、そう廊下があって日本独特 の、まあ、あの作りなんだけど、そこが僕が勉強したり、まあ、宿題をやったり、友達とゲームをしたりする場所で、そのちょうど真ん前にこの水槽がこうあったんですよ。でそこで僕は毎日、まあ、当然もう目に入ってくるから、で金魚はねみんな慣れててね、僕がそこに行くとねみんなこっちにビューッとこう正面向きで寄ってくるんですよ。ちょっとこんな感じですか、うん、もう 全体がそれでね、それが僕はもうすごくあの面白くて、その毎日あの金魚とまあ遊んでたり、それでこの水槽の真ん前にこういうふうにいわゆる防空壕っていうのが分かるかどうか、ミサイルが落ちてきた時に、あの爆弾が落ちてきた時に爆弾が落ちてきた時に逃げる、なんていうんですかね、穴みたいな感じで避難する、うん、その穴が掘ってあって、その空襲が始まるとそこにこう隠れる、はい、ちょうどその真ん前にこの水槽が、だから映画のスクリーンみたいにこう見えるんですよ、ちょうどね、はい、でそこにね、その照明弾っていうのが必ずね飛行機から落とすわけですよ。で照明弾っていうのは何かっていうとね、結局その爆撃する場所をね、あの確定するためにあの照明弾で明るくこう照らして、でそこに狙いをつけて焼夷弾っていうのを落とすわけ。だからその、まあ、夜、だから空襲っていうのは夜なんですよ。だから明るくしといてそこにこう落とすわけね。だからそのための照明弾っていうのが落ちてくるとね、あの金魚の鱗とかそういうのがね、もうピカピカに光るんですよ、ピカ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 と。それでその光のそのなんていうのかな、イメージっていうのが、あの下から見てるとまあすごい綺麗なんですよ。それで潜ってるから何の楽しみないけど、それを見たらもうなんかやっぱ子供ながらにもう、うん、ワクワクするとかおかしいけど、すごく綺麗なんですよ。それで金魚とその風習とそのまあ形の美しさと、そういうものが僕、それから金魚って大体あの人間が作ったものですよね、あの他の魚と違って人間が作った、まあ要するにだって危険魚なわけですよね、観賞用に、そうそう、あの危険にする、そうなんですよね。だからそれがあのそのこう目に映ってくるっていうのは、その映画とかそういうものとこうよく似てるんですよね、作り物として、はい、人工的な世界を、うん、でそういうものが僕の絵の今やこういうの展示している絵 の表現 の根源にあるんですよね、そのこういうその人工的なものっていうのは、うんうん、でも確かにその今先生 その当時の様子を伺ってて、私も映像を見てるような感じがしたんですけど、要するに魚こう金魚はこう動き回ってるわけですよね、水槽で。そこにこう照明弾が落ちてきて、こうゆらゆらと水が揺れてるような感じを先生はご覧になったということですね。まあ、ちょっとアニメーションじゃないですけど、そういうようななんか原体験的なものをあのこの話から伺えるような感じがします。いきなりすみません、西洋絵画に移りましたが、で先生はそれであの、まあ、さっきの漫画だったりとか、あの祖父の育ち、あの 見ながら育ち、でその後あの美術大学を目指されるんですね。その時にあのちょっと本で今回インタビューで読んだんですけど、あのこういった西洋絵画とか、いわゆるあの日本油絵を模写したものを売ってあのアルバイトをしてたっていうね。それはね、僕の通ってる高校の時なんだけど、あの画材屋さんがあったんですよ。で画材屋さんも毎日しょっちゅう好きだから画材屋さんに買いに行くんだけど、まあお金がないから買えないじゃないですか。でそれをこう、ね、買いたいなと見てると、そこのおばさんがね、
またね、あのどういう絵描くのかね、見せなさいっていうんだよね。で、そのおばさんに僕が描いた絵を見せに行ったらね、要するにそのこういう名画ね、ルノアールとかゴッホとか、そういうものを要するにあの偽物ね、だから真似してこれ描いてらっしゃいって言うんですよ。模写して、それで、そしたらどうするのかなと、それを売って、あなたにその売り上げね、このキャンバスとか絵の具をあげるっていうのね、大いいなと思ってね、それで描いて持ってったら結構それがうまく描けて、あの飾っておくとね、すぐ売れちゃうんですよ。そのまあゴッホとかよりもね。でそのおばさんが、まあ今度はじゃあのモジリアニを描いてとかね、それからあのまあ、ルノアールもそうなんだけど、もうとにかくこの時代のまあ有名な画家 の写真をね、あの用意しておいて、今度これね、今度これどんどん返したんですよ。で書いてたら、あの学校のある日、あの学校の先生に呼び出されていったらね、要するにその偽物をねあの書いて、それでお金をもらってるっていうのはもう学校中に評判になっちゃったわけで、要するにあのこれ売ってるから、まあ、それでその時代はもうお前それ犯罪だ犯罪だぞって言われて、それでやめたんだけど、それまではだからもう何十枚って書いて、その絵の具とかキャンバスもらってた。でも考えてみると、まあ、ちょっと犯罪に近いですけど、でもその画材屋の おばさまはいい先生ですよね。そうでしょ。だから僕はあの、美術学校入る前にそのおばさんっていうのは美術学校出たおばさんなんですよ。それであのその描くときにルノア印象派っていうのはね、要するにその光をこう分解して、もうその様々な光でそのあの肌とかね、それからその草とか人をあの描くんだよっていうのを、その印象派ってこういうものだよって要するに僕が描くためにそれ知らないと描けないから教えてくれるわけ。それでゴッホはその色を混ぜないで、要するにこう描いていくことによって全体として色あのまあ原色のね、世界が出てくるとか、そういうことをね、その一つ一つその教えてくれて、それで僕がだからそれに沿って書いて、だから結構勉強してたんですよ、その時に。そうですよね。だからあのそうどうやってこの絵ができるかっていうようなことをもう書きながらね、そう覚えていくようなところありますよね。これもあのその時の、あの田波先生が模写というか、模索していた、これ梅原龍三郎でしょ。梅原龍三郎って日本 あの油絵画家の中であの非常に評価、日本の国内で評価が高かった画家ですよ、ね。中国の風景とかもよくあの描いてましたけど、これもあのよく売れたんですか。いや、これも描きました。梅原龍三郎、まあ、日本では非常に有名な画家だったんで、この梅原龍三郎を描いた。ああ、そうですか。じゃあかなり本当にいろんなスタイルをね、そうなんですよ、真似してたというか。これは先生のお家にあったものと同じかわからないんですけど、幻灯機ですね、初期のプロジェクター、こういうものでした。いや、これ もっといいものだったかもわからない。僕の家にあったのはイギリス製で、幻灯機ってもあったんですよ、これであのよく何を写されてたんですか。いや、あの幻灯機っていうのは僕の時代も必ず一家に一台もあったもので、あの例えばディズニーのね、あのフィルムなんて、でも2メートルか3メートルぐらいしかないんですよ、そのフィルムがね。だから手回しでぐっと回すとあっという間にも終わっちゃうんだけど、そのディズニーあのミッキーがこうバーッと走っていくとかね、ただそれだけなんですよ。それからあのなんか踊ってるとかね、それで自分でこう手回しするわけ。それでそうなんだけど、僕はだこれそれにもう飽き足らずね、紙でフィルムを作ったりして、そのこれに入れてまあ写したと。それもでもまあ一瞬にして点がパッと移動するとかっていうことで終わっちゃうんだけど、でその後僕が考えたのは、あのその頃ね、あのスズメをね捕獲する、そのなんていうのは機械をね、僕があの考えたんですよ。スズメを結構トラップ罠とか、そう、それはレンガをねこういうふうにこう箱型にして、一つのレンガをこう斜めにして、
その使い棒をね、こう、はい、やると、ネズミ、その周りにお米をまいていくと、スズメが来てね、そのあのレンガの中にバッと入るんですよ。入るんだけど、出るときにスズメは羽を必ずバッと広げるでしょ。そうするとその使い棒が外れて、パタッと閉まって、この三角の中にスズメがこう閉じ込められるわけ。それで、それを捕獲して、まあ、遊んでたんですよ。それで、ある時これを見て、ちょっとひらめいたんですよね。でこの厳冬期の中にスズメ入れて写したらね、面白いなと思った。そして、面白いかもしれない。そう、残酷ですね。そう、すごい残酷なんだけど、それで確かに写るとね、バタバタって暴れるとね、白黒の映像がね。と映るんですよ。この中に生きたスズメを入れちゃうわけで、これはものすごい熱いものですよ。電灯が入ってるから、上からだから焼き死んじゃうわけ。そうですね。もう要するにそれでもう生焦げた匂いがバーッともう部屋中に充満して、それを毎日毎やったんですよ。そのもう何十匹のスズメを殺して、それで翌日はまあお墓作ってこう埋めたりしてたんだけど、ある日その母親がまあその匂いが変で来て、それでまあ厳冬期はもうどこか持ってかれちゃって怒られて、でこれはもうやめちゃったんだけど、それまではもうだからスズメをモノクロの映像で映して見てた。まあだからこう断末魔のこう前みたいな動きで、なるほど。これもまあだからその映像で動きをSo you were really expressing the movement of sparrow in the projection. その後、まあ、先生美大に入られて、で、まあ、高校生の時はルノアールだったり、ハラユーザバーもおっしゃってましたけれども、グラフィックの方にお仕事されますよね。でこれは阿波津清という非常に日本で、もう亡くなってしまいましたけれども、高名なグラフィックデザイナーの、代表的な作品です、ね、先生この作品見た時のこと覚えてます？これはだからに日本でその グラフィックデザインの大きい展、まあ、唯一の展覧会で、まあ、これ受賞したものなので、和津清さんという人、まあ、日本の、まあ、デザイン人の中でも、まあ、10本の指に入る、これがちょうどあって、で僕はねその時にその美術学校に行って絵を本当は やりたかったんですよ。で絵をやりたかったんだけど、母親が絵なんかやったら食えないっていうんで、まあ、大反対されて、その絵やろうかもうデザインしようかっていう自分迷ってた時に、まあ、これを見たんですね。でこの表現が非常にその、まあ、反デザイン的なものって、その時代の、まあ、流行っていうかね、それはバーハウス の, こう直線的なバーハウスのデザインとか、そういうものが日本の中での主流だったんです。でこれはどっちかというと、まあ、反デザイン的な表現をしているんですよね。反デザインって要するに、なんていうんですかね、すごくこれを見ると、これはだから日本の漁師さんになるわけですか。そうです、そうです。怒ってる男性が、そう、要するに領土を返してくださいというその漁師さん、なんかその洗練されてるっていうよりも、非常にその、なんでしょうね、マヌキラの土着的な表現のような感じがします。それがその当時の綺麗で洗練されていて、色も綺麗っていうよりはやっぱり政治的なメッセージもあって、しかも土着的な、まあ、日本のある種伝統的なイメージを使うというのが反デザイン的ということだったので、なるほど。でこれがその先生 の,、まあ、アーティストの人生の中に何かこうキャリアを考えるきっかけになったりとかしたんですか？きっかけというか、要するにデザインでもそのこういう要するに自由な表現ができるっていうのを、まあ、気がついたものなんですね。なるほど。要するにデザインというのは規制されている中でしかやれないんじゃなくて、そのデザインの中にも
but then there are designs, but something very satisfying for me. It's not just, just to prepare something according to the client's request, but you can also you know, project your own message or your own wish. Yes, that is the case. その当時、先生が美術大学に行って、その後も日本では非常ないろんな美術運動だったりとか、前衛的な活動がありましたけれども、この三木富男さん、この耳 の, あの形の彫刻を作ったアーティストで、そして知られてますけれども、お知り合いで、これもあの年も同じで、若い頃から一緒にいろいろやってたんですけど、若人しちゃったんですけども、これはたまたまこう花とかついてるけど、ほとんどはまあブロンズでね、まあ巨大な耳をまあ作ってたんですけど、これ以外にも 僕の同級生では、まあ、ニューヨークでも亡くなっちゃいました荒川周作とかね、 Mr. 周作荒川 who passed away in New York、 まあこれこれも僕の同級生なんだけど、博士川源平っていう、ハイレッドセンター、ハイレッドセンターとか、まあ今世界的にいろいろなところでやってたりするんで、知ってる人もいるんだけど、で、まあ芥川賞を取った小説家でもあるね、博士川源平さん、そういう人たちがちょうど僕の周りにまあいっぱいいたんですよ。まあ、学校の同級生であったり、それで僕はだからそのことによってファインアートの方にぐっと引きずられたっていうのもあるんですね。その時は主にどういうことをされてたんですか、そのアーティストの卵だったわけですよね。卵だけど、結局ね、その頃僕らやった頃はね、今のようなこういう状況が全くなかったんで、アートフェアみたいなものが、まあ、アートフェアもなければ何にもないよね。要するに発表するところ自体がもうあんまりなくて、要するにどっかで展覧会とかするじゃないですか。そしたらね、玉川って言って大きな川があって、そこのところにこうゴミ捨て場みたいなのがあって、そこにみんなで終わったら捨てに行くんですよ、作品を全部置くとこもないから。それでまたやってまた捨てに行く。だからこの耳なんかもね、玉川のところにみんな捨てたんですよ、耳の墓場みたいな。そうそう、大きいの。So all the big, you know, その発表の場所っていうのは、まあ、なかったって先生おっしゃってましたけど、どういうところで皆さん発表されてたんです？アンデパンダントって、要するに新聞社が主催したもので、まあ、無感謝で誰でも展示できるっていうのが日本の中で、まあ、世界にアンデパンダントがあるけども、それが結構若いアーティストたちの発表の場だったんですね。そのアンデパンダにみんなだから思い切って、まあ、大きいものとかを出してくれて、うん、to exhibit their work. もう一人、okay. Another one. 篠原牛尾さんで、よく篠原先生のお話に出てきますけども、ニューヨーク在住のアーティストです。He is currently living in New York, right? Yes.ボクシングペインティングとかでよく知られてます。そこは山本現代というブースに、パンチをして横長の絵が展示してあるけど、その人がこの人ですね。どういうご関係っていうか、そのいろいろ悪いことをしたんです。この人は僕、この人の弟が僕が美術の研究所にいる時の同じ部屋にいた人で、この人はだからちょっと僕より違う上で、まあ、お兄さんだったのね。それでうちの兄貴は面白いからね、紹介するって言って僕のとこ連れてきたのがこの人で、僕はだから武蔵野の美術っていうところのデザイン科にいたんだけど、この人すごく僕と仲良くなって、その何も関係ないのにそのデザイン科に来て一緒にね課題とかやってるって篠原さんがここに出てる作品もそうですけれども、非常にやっぱりカラフルで、一見カラフルですよく見るとちょっとグロテスクなところがありますよね。なんかそういった好みというか傾向でも通じるところとかあったりするんでしょうか。今でもご交流あるんですか？今でもこの間も直接来て、
て、recently 山本現代というところを展覧会したんです。山本現代、we had an exhibition。こっち来る前に。Before I came to Hong Kong, yes, でもまあニューヨークに今お住まいなんですよ、ね。そうです。それでね、yes, he's currently living in New York。アカデミー賞 の, あの短編の候補にもなったね、はい、キューティー&ボクサーっていうのをご覧になった方もいるかもしれないけど、この人と、ボクさんが主人公で、アメリカ の, そのドキュメンタリーの若いあの監督が撮ったあの映画で、だいぶね、いろんな人が見てるんですよ。それで最終的にはだからアカデミー賞の5本の候補になったくらいの面白いものなの。さっきの耳のアーティストのミッキー富美男さんとか、あと篠原さんもそうですけど、ネオダダ、ネオダダイズム、ネオダダオーガナイザーっていうちょっとグループみたいなものを組織してたと思うんですけども、先生はそういったその当時いくつかそのハイレートセンターとか日本のアーティストコレクティブ、アーティストグループありますよね。そういったものと今所属されてたり、僕はねその時やデザイン活動をやってて、それはすごく忙しい時で、そういうのには僕は入ってないんですよ。デザイン活動っていうのはどういったことを主にされてたんですか？僕がしたのはね、主にねエディトリアルデザインって言って、要するにそのまあなんていうのかな、編集的なデザインを、雑誌ですか？雑誌とか、単行本とか、じゃあその時は雑誌文化もね、あの華やかでしたね。マガジンカルチャー was at its peak. Okay. 篠原さんについて、またニューヨークのあのアーティストですけれども、アンディ・ウォーホルに、お目に何か会ったことがあるということを聞いたことがあります。覚えてますか？アンディ・ウォーホルはね、東京にあの大丸というところでデパートの展覧会をしに一回来たことがあるんですよ。何年ぐらいですか？もう相当古いですよ。60年代70年代、そのぐらい。それでそのウォーホルのね、映像のそのなんていうのかな、アートディレクションみたいなものを東京の NHK っていうそのテレビ局が僕に頼んできて、それでそのウォーホールを素材にその映像を作ってくれって言われたんですよ。それでそのウォーホールの写真を撮りに彼が日本に来た時に、その楽屋っていうか待合室のところにね、写真を連れて、まあ撮りに行ったらね、ウォーホールはねなんかね物不機嫌なんですよ。それでね、もうちょっと下向いちゃっててね、写真が撮れるような状態じゃなくて、それでまあこれ写真ダメだなと思って、その諦めて、それで僕のアニメーションを使って、ウォーホール的な世界を作ったんですよ。それでその映像っていうのは、まあ今でも残ってて、ちょっと人に見せたりすることもあるんだけど、もう結構その1時間番組でテレビのすごく面白いものなんですよ。それで後々そのホールそれ見てね、非常にもう面白いっていうのを彼が言ってたっていうのを聞いたのと、あとはね、ウォーホールがね、日本で版画展を開くんで、ウォーホールの自分の絵を使わないでそのポスターとかを作ってくれって頼まれたんですよ。それでそれはまあウォーホールの絵を使わないで、まあそのデザインポスターを作ったんですよ。それも随分大胆なオーダーですね。そしたらね、ウォーホールがそのまあお礼にすごい大きなね、プリントなんだけど、それをくれたんですよ。And he gave me the print. それが今まあもうすごい高いものになっちゃったんだけど、それがうちにあるんだけど、先生の映像とかコラージュにロイ・リキテンシュタインみたいなアメリカンコミックスのモチーフが出てきますね。私、リキテンシュタインに先生ご興味を持ってるのかなと思ったんですけれども、どうですか、そのまあウォーホルもリキテンシュタインもアメリカを代表するポップアーティストですけれども、どういうふうにでも先生がおやりになっていることはデザインとファインアートと、まあいろいろな分野を横断してるっていうところでウォーホルに近いのかなっていう感じがします、ね、そうですね、たまあ漫画を下敷きにしてるんでね、その漫画を要するにそのアニペンで持って
まあ、応用して作ったビーチじゃないですか。Well, そういう点ではだから僕は漫画が好きなのと、あとそういう印刷のテクスチャーみたいなものがね、絵の、まあ、ベースになってでしょ。それが僕は面白いなと思ったり起点したいよね、うんうん、なるほど。でもそのアーティストとしてのあり方というか、うん、生き方としてはどうですか。その、まあ、あの起点したのはどちらかというのも、まあ、ペインターの道を全うしたような感じがします。あ、だからそのペインティングそのものは面白いけど、僕はだからウォーホルが好きで随分影響を受けたんだけど、それはね、もしウォーホルがその例えば出版物を出したり、それからその、まあ、A ダッシュっていうその一日をこう克明に記録したそういう小説を出したりね、むしろそういうそのアート以外 の, その考え方っていうか、それにすごく僕は影響を受けました、うん、そうですよね。映像もやってますもんね。そうアニメーションぐらいですかね、やってない、うん、そうですね。で、また先生ニューヨークにも行かれてるんですよね、うん、で、その当時 の, エクスペリメンタルフィルム、うん、実験映画 の, の監督とも交流があったと聞きますけど、うん、これはちょっと、まあ、いろいろジョナス・メカスとかいる中であえてちょっとテネス・アンガーを選んでみたんですけど、うんうん、お会いになったこととか、ね、テネス・アンガーはね一回会ったことあります。どういった機会だったんですか。いや、なんかそれをし篠原潮のロフトで食事会があって、その時この人来たんですよ、うん、その時にお互いのこう映像を見せ合ったりとかそういうことは。いや、それはないというのはね、その時代はね、こういうするにまあ一種のそのまあ個人映画ね、それはもう本当にね、なんか汚いそのロフトの地下みたいなところでね、上映会があって、もうまあ、ウォーホルの映画もそうなんだけどね、もう上映が始まるとほとんど帰っちゃうのよ。もうお客さんが始まると帰るんですね、延々ともう映って、そういう映画だと思って来てないから。だからそれがなんていうの、もう期待がなくて、それでもうみんな帰っちゃうわけ。だから僕なんかも東京でよくそういう実験的な映像の上映会やったけど、だいたいお客さんは1人か2人ほとんどね。で、今最近ではもう例えばやればたくさん見に来るけど、僕がやってた頃はもう本当1回か2回しか、2人ぐらいしか。今回3階でキャビネットのところで先生 の、はい、アニメーションを上映されてますよね、ええ、あれはどういうところで。あれはね、今やってるのはほとんどの作品はね、東京 の, その 11PM っていう大人向けの番組があったんですよ。その番組で僕とか、まあ、その横尾忠則とかっていう人が短編を頼まれて、それでその作ったもんで、1週間ぐらい前にそのテレビ局から電話かかってきて、ちょっとやってくださいねっていうんで、もう500枚ぐらいの電話、このそれを一人で、アシスタントもいない、一人で書いて、一人で書いて、それでテレビ局に持ってって撮影してもらって写してたんですよ。それのもうそういうものなんで、まあ、結構やっつけの仕事なのね。そうなんですか、うん、でも今の考えるとテレビっていろいろ規制も多いし、うん、でも先生の映像を見ていろいろな女優とかモデル の,、うん、こうコラージュがあって、うんうん、今だと著作権とか肖像権で歌えてなかなか作れないんじゃないか。そのころはね、なんていうの、テレビ業界もうるさくなくて、僕がそのアニメーション仕上げで持っていくと、普通だったら、まあ、例えば試写みたいなのをやって、それでいろんなクレームがついたりするんだけど、その頃はね、持っていくとね、もう即何にも誰も見ないでいきなりもうテレビにも映したんですよ、うん、結構エロティックな表現も。そうそう、だからそういうのも、まあ、多分今だったらいろんな行動があって無理なんだけど、その頃はだからもう途中チェックがゼロでパッと映し、うん、やっぱりいろんな意味でこう表現に対する規制が一方ではあったと思うんですけれども、うん、その公共のテレビのような場所でそういった自由が許されてるっていうのはかなり面白いですよね。そうですね、もう今はもうほとんどそういうのも不可能ですね、うん。テレビだけれども発注されたけれども別にクライアントの意向に従わず先生が自由なものを作れたし、うん、それをすぐに流せたっていう状況そのものが面白いですね。そうですね、
だからテレビっていうのが完全に商業的な目的のためだけじゃなくて、うん、そのアーティストの表現の場所としてもちょっと機能してるような気もしますね。それは雑誌もそうかもしれないですよね、うん、そういっただからマスメディアっていうものとそのアート活動っていうもののことともうちょっと、ね、議論されたら面白いのかなっていう感じも今の話聞いて思いました。でそれ以外にはでもあのギャラリーとか蒼月会館っていう日本では、うん、あの前衛的な舞台とかパフォーマンスを見せる場所もありましたよね、うん、あの陽子さんとか、うん、ナムジュンパイクとか、うん、ヨーゼフボイスがパフォーマンスしたところがありますけど、うん、そういうところでも上映会とかされてたんですか。そうですね、それもしました、yes. あの要するにウォーホルがあの一番最初やったあのドムっていうところで、あのいわゆるサイケデリックなあのショーっていうのを最初にウォーホルがやりましたよね、60年代に。要するにライトショーみたいなやつ、あの、ブラックライトを照らして、それでこう機械みたいに人間を動かしたり、それから、まあ、ルービードっていうそのロックミュージシャンが歌ったりね。でそういうのとほぼ同じ時期に東京でもそういうエレクトリッククラブっていうんだけど、そういうキラージョーズとかそういうのをオープンしたんですよ。でその時、まあ、小野子さんもあのいわゆるあのパフォーマンスをしたりね、僕も映したり、そういうのは結構ありました、うん、なるほど、うん、まあ、非常にそのアーティスト同士のダイナミックな関係性みたいなのがあった、うん、ちょっとあのそろそろオーディエンスの方にあの質問も開きたいなと思ってるんですけれども、うん、そう最後に私から一つ質問で、はい、先生夢日記をね、毎日つけられてるんですか。そういやもう今やってないですけど、だいたい40年間ぐらいつけてて、で最近それも出版したんですけど、結構熱い本を、それはだからまあ全部は収録してないですけど、その中の一部を、うん、なるほど、出版されたと。そう、なるほど。あと最近今日あの見せていただいたアニメーションコンピューターグラフィックスです。そうです、今のテクノロジーっていうのが、wow. その先生は前さっきアニメーション手書きで500枚書いてらっしゃったとおっしゃったけれども、あのそれが先生の表現の可能性を広げてるっていうこともあるかなと思うんですが、これからこう挑戦してみたいこととかあります、何か。そういうの、まあ、アニメーションの いわゆるあの長編っていうのはあるじゃないですか、劇場用の、はい、あれはちょっと作りたいなと思ってます、うん、長編って何分ぐらいの90分とか普通 の要するに宮崎駿なんかのああいう要するに長編を、ね、それはあの物語ある、まあ、もちろんそれはあの一般のお客さんに見せるんで、まあ、ストーリーももちろん必要だと思うし、ただその表現の世界っていうのは僕のそのイメージで、作るとまあ面白いから。そうですね、うん、大画面で見たらかなり迫力がありそうですね、うん、ありがとうございます。ちょっとあのそれを見れる日を楽しみにしたいと思います。それであの、私だけがマイクをあの占領しててはなんですので、質問を開きたいと思いますけど、どなたか客席の方で田波先生に聞いてこれを聞いてみたいという質問がある方いらっしゃいますでしょうか。田波。Good morning. It's an honor to meet you. My question is, I understand and I've seen the work that you've collaborated with the Singaporean collaborative Funk, and I was wondering if you could tell me how that came about and if you collaborate with other artists and who they may be. Thank you. Singapore no. Tezos-chan.今テセウスちゃんって言った。はい。right. まあ、僕はもういろんな人とやってるんだけど、シンガポールのテセウスちゃんっていうあの、まあ、デザイナーとは
まあ、いろんな仕事したんですけど、テレンス・テルースが出しているベルクっていう出版物があって、その出版物を毎回そのもういろんなその実験的なエディトリアルで、まあ、作る本で、まあ、あるものはね、真ん中に最後にピストルでその本をバンと打って、真ん中にピストルで穴が開いてるっていうような本とか、それから布でこう全部手張りでこう作っていく本とか、僕の本も一冊テセウスが作ってくれたんですけど、それは表紙を全部なんていうのかな、自分でクレヨンで塗ったり、ガッシュでやったりして、それでなんていうのかな、その側面もね全部で、それはね、手をね触るとこう汚れちゃうんですよ。それで日本の本屋さんでは書店にその置くと、ほら汚れちゃうとこういうとこついちゃうと問題になるので、売るのになかなか難しかったんだけど、まあテセウスの狙いとしては、その本を見てる人の手垢とかね、そういうものがそのつくじゃないですか。それが一つの、その、まあ、時代を経ることによって本がこう変形していくでしょう。それが面白いということでテセウスはやったんですね。それからまあ他では、今度、ロサンゼルスのハマーミュージアムというところで、オリバー・ペインというアーティストがいるんですけど、このオリバーと一緒に、5月に展覧会するんですけど、それは僕のそのドローイングにそのオリバーがシールをねこう貼り付けるんですよ。それでまあ一枚こう完成させるっていうものなんだけども、そういうものも今年やるんですね。あとはファッションブランドをなんかは、まあ、いろいろやってるんですけど、それは要するに服に、を作るとかね、それからまあメガネの、デザインとか、フレームとか、それはもう本当数知れずやってますね。他にどなたかいらっしゃいますか？Anyone else? あ、渡辺と申します。20歳の、今美大に通っているんですけども、先生は20代の時に自身の作品をどのようにしてアピールしていましたか？アピールっていうのは自分をその認めてもらおうということですか？はい、認めて、どのようにして売り込みをされたのか変な話なんですけど、20代の頃はなんか自分自身を売り込むっていうような意識はもうほとんどなくて、作りたいものをもう作りたいっていう一心で、その結果がそのどういうふうになるかなんていうことは全然分からないですよね。だからただやってただけで、やっちゃった結果その誰かが見ていて何か声をかけるとか、そういうことはあったけども、まあ少なくとも20代の頃っていうのはその自分から何か売り込んだりっていうことはしなかったと思う。でその後になったら作ったものの経過をその周りの人が見て、それに対してその仕事をやってくださいということにはつながっているけど、その自分からそういうことを意識してやったということはないですね。ありがとうございます。アートフェアならではの質問という感じもしますけれども、でもそういうこともね、アーティストが考えなきゃいけない時代になったんだなっていう気がしますね。今の僕でも若い人だったら、もうそれ当然考えてやらなかったら、待ってても認めてくれないからね。やっぱり自分しかできないアプローチの仕方っていうのはやっぱりどんどん知った方がいいと思います。先生、美術大学でも教えてらっしゃるじゃないですか。やっぱりこういう相談とか受けたりします？それはもう今彼が言って、もう相談がほとんど主流
他にどなたか質問ありますか？ Anyone else? Any other questions from the floor? せっかくの機会なので。This is a great opportunity. Hi. I've enjoyed learning about your work today, from your own descriptions and your own memories, including talking about color and how you were influenced as a young man and a child by various experiences. I wondered about the use of sound in your animation and are there any particular stories or influences that somehow shaped your choice of use of sound?今日のこれに限らず、僕は、まあ、あのもっと前の作品なんかは、自分周辺にいるほとんどのミュージシャンに音はつけてもらってるんですよ。だから、I ask a musician I know to have the sound effect.シャディスティックミカバンドとかっていう、まあ、well, in Japan there is a famous band called Sadistic Mika Band. そういう人たちにも、yes. and also we collaborate. あとはまあ、フォークシンガーの人にもつけてもらって、also, 結構、まあ、友人が結構多いんで、also, they are my friend, そういう人たちがほとんどつけてる。その音を、ね、今日はちょっとビジュアルの記憶について主にお話ししていただいたんですけれども、今日一番最初に見た映像でも爆撃の音とか、いろんな先生 の映像って、いろんなモチーフだけじゃなくて、音もこういろんなミックスされてるじゃないですか。歌謡曲があったりとか、ちょっと男女が吹いてるような音があったりとか、そういうことに対して記憶はあるんですか？音の記憶っていうことはどうですか？あそこに行くのは、何塚のブースで映してるあれはもうほぼ60年代に作ったもので、テレビのコマーシャルだけをコラージュしたようなものとかもあるんですよね。その当時のテレビのコマーシャルだから、おそらくその外国の人に意味わからないんですけど、その時代のそのコマーシャルとして、まあ、日本語が分かる人が見たら、まあ、結構面白いんですよ。それからその、ビートルズのあれをテーマにしたやつもあるんですけど、それはまあテレビ局が作ったんで、その音の使用が許可が出てるわけね。We were able to get the approval to use Beatles sound. 音楽とかに関してはむしろ作った時代の、in terms of music.曲が使われている。そうですね。The time you use the music of the time, right? Yes. Is there any question? あ、はい、どうも。私はその、中国上海出身ですけど、I am from 19歳、Shanghai, その中国China, and I'm currently 19 years old, and I am going to university in Macau. Going forward, I like to make animations. そのアニメーターというキャラは、そのキャラ方は、In Japan, I think it is quite difficult to make a living as an animator. So in future, if I want to become an animator, well, do you have any advice for the person like me? Well, what are you trying to be?You want to be a director of an animation movie? So you want to be a director? アニメーターのディレクターを You want to be a director of animation. Is that the case? Yes. Well, but is your advice? いや、でも難しくはないんじゃないですかね。というのは今も日本なんかではアニメーションの その若いディレクターってもどんどん出てきてるから、その自分の作品っていうか、それをとにかく まだ若いから、自分の作品をとにかく商品っていうか短編でもいいからね、そのたくさん作って、それで日本だったらその宮崎駿さんのプロダクションとかね、you can also join the Hayao Miyazaki's production. いっぱいあるじゃないですか。そういうところにそれを
見せれば、才能さえあればね、もう今は要するに探しているわけですよね、そういう才能を。だから、ものすごく面白いものさえ作れば、必ず認めてくれるし、仕事も来ると思うんですよ。だから、そういう意味では僕の時代はもうそういう入り口がほとんどもうなかったんだけど、今は割とその気になれば、できるんじゃない？ I think nowadays you can do that. There is a lot of avenue, and then they will open the door for you. 発表する場所があまりなかったとおっしゃってますけど、今 YouTube とかありますよ。もし先生が今の時代に生きてたら、今の時代に若かったら、YouTube とかやっぱり活用すると思います。もう何でも活用すると思いますよ。Yes, I think so. だから今僕が教えている京都の芸大生なんかは学生時代からもう働いてお金稼いでる、それはもうどんどん、要するにいわゆる売り込んで、声がかかったらもう仕事ができるという状況はもう結構整ってるんですよ。 They are well prepared, okay? So if they were given the work, they can take it. いろんな発表の場を生かして、so there are so many avenues, right? 他にどなたかいらっしゃいますでしょうか？Any other question? 先生は今日はこの後どういうところ予定ですか？Mr. Tanami, where are you going today? アートフェアを見る時間ありました？いやありました。結構見ました。No, I'm going home today. 今年はどうですか？アートバザー。いや面白かったすごく。どういったところ？なんか見たい作家とかそういうのも結構あったんで、なかなかまとめて見れるっていう機会ないじゃないですか。だからそういう意味はね、It is very rare to have this opportunity that in one venue you can see everything you like. 映像をご覧になるんですか？それとも、What did you see? Did you see the images? 見ないですね。ペンティング。もちろん彫刻も見ますけど、ペインティングは好きなんで見ます、ね。I like the, 今回もね、先生も大きい発表されてます。ね、あれは時間かけられて作る。あれはね、2メートルちょっとと4メートルなんで、3ヶ月ぐらいかかりました。3ヶ月。More than 3 months it took for me to complete. アニメーション、ペインティング、彫刻と、あとコラボレーションと、もうありとあらゆる表現 have a collaboration. あの回路を使って発表されるような、any venue, ちょっと私長編アニメーション本当に楽しみ、your work, right? But actually, I am looking forward to not the short film, but the long animation. Well, is there any other question? If not, これで、カンバセーション終わりにしたいと思います。皆さん、朝一番でどうもありがとうございます。田波先生、どうもありがとうございました。Participants, thank you very much for coming early in the morning. Thank you, Mr. Tanami.